町田市のありとあらゆる情報を分かりやすくお届けする町テレ。今回は暮らしのガイドシリーズ第2弾、ゴミの出し方をご紹介します。今日は月曜日の燃やせるゴミの日。町田市に引っ越してきた鈴木さんがゴミを出しています。すいません、あ、これってこの袋じゃダメなんでしたっけ。あ、この袋ではちょっと。知っていそうで知らないゴミの出し方、皆さんはご存知ですか。市民の方にちょっと聞いてみましょう。マヨネーズやソースの容器は燃やせるゴミ、それとも燃やせないゴミ。燃えるゴミ。燃やせるゴミ。燃やせないゴミ。燃やせるですね。マヨネーズやソースのような柔らかい容器は燃やせるゴミです。靴や長靴はどうでしょうか。燃やせるものは燃やせないですね。燃やせないゴミ。燃やせない。靴や長靴も実は燃やせるゴミです。ではおもちゃは。燃やせるもの。燃やせるんじゃないですかね。燃やせないゴミ。燃やせない。おもちゃは燃やせないゴミです。間違って燃やせるゴミの日に出さないようにしましょう。最後に保冷剤と介護は。燃えるものですか。燃やせると思います。燃やせるゴミ。燃やせない。意外と間違えやすいのが保冷剤や介護です。これらは燃やせるゴミです。あ、そうなんだ。いや、気をつけないとやばいです。靴と長靴とおもちゃに関してはちょっと逆でしたね。分別していたんですけど、靴とかも全部燃やせないゴミで出してます。何でも結構燃えるものに入るっていうのは聞いたことがあるんでやってるんですけど、いまいちちょっと分かんないですね。町田市ではこのようなものが燃やせるゴミです。そしてこれらが燃やせないゴミです。ゴミを出す際はご覧の町田市指定収集袋を使用してください。燃やせるゴミは黄色の指定収集袋、燃やせないゴミは緑色の指定収集袋を使用してください。おむつ専用袋はペット用には利用できません。ボランティア袋は公共の場所を清掃するときにご利用ください。事業ごみ専用袋は事前に登録が必要です。新聞や雑誌を束ねていますね。ガムテープは使用しないようにしてください。束ねるときは紐で十字に縛って出しましょう。ペットボトルはそのまま袋に入れないようにしてください。資源として再利用しますので、容器をすすぎ、キャップとラベルを外して集積所か拠点回収に出してください。引っ越しなどで出た多量のゴミや家具などは粗大ゴミとして扱います。直接リサイクル文化センターの中にある清掃工場に持ち込むか、リサイクル公社にお申し込みいただければ回収に伺います。詳しくは町田市コールセンター、または町田市ホームページでご確認ください。町田市ではご家庭から廃止される生ごみを減量し堆肥化とするために、生ごみ堆肥化容器の販売や生ごみ処理機等の購入費の一部補助を行っております。説明会等も行っておりますので、お気軽にごみ減量課までお問い合わせください。暮らしのガイドシリーズ第2弾、いかがでしたか。町テレではこれからも暮らしに必要な情報を分かりやすくお伝えしていきます。次回もどうぞお楽しみに。